発想がやばん <laughs> 直球一番かわいいってことねなんでここでにわせるの最終回でしょなに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 シンプルなおどしここでグレーテンドかなに裏切り 今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはスパイ教室第12話見ていこうと思います。はいというわけで2023年冬アニメ、えー、スパイ教室やっていこうと思うわけなんですけれども今回で最終話ということで、えー、まあ、2023年の冬アニメの中ではラストの最終話なのかなあそっかまだ棒振りとかもあったね。はい。まあね、あらかた、えー、終わりを迎えましてスパイ教室もそのうちの一つでまあちょっと寂しいなという感じ。なんかスパイ教室 っていうからかなり薄暗いシリアスなお話かと思ったら結構キャッキャウ風ななんか楽しいお話が続いてなんか本当にこの作品面白かったなっていうような感じではあるんですけれどもまあ前回グレーテの話が終わりましてかなりクラウスとグレーテがいい感じもう尊い尊い心が温まってしまいますズンズコズーみたいな感じだったのでまあ今回また何が起きていくのかまたエピローグかなんかになっていくんですかねどうなっていくのかちょっと読めないので今回も楽しんでやっていこうと思います まは見ていきましょうよーいスタートさてマナ娘のグレーテということでまだグレーテンが続くっぽいですはいはいあらデートしたのティアたち4人ああそうかそうかそうか屍倒したわけだもんね どういうことがあったのか気になるなあクラウスたち側ではあと一か所お土産なにゲゲスチえ <laughs> お土産がん何初任務達成後 はしゃぎぎすずと完全にリーダーがグレーテなんだけどんあら休暇楽しんでいるあーすごいね僕はもう1,000日以上休暇なんですけどはははは 幼児組うんあ確かに気を抜ける夜だね <laughs> 宴会隊長になってるなさてあらミートパイ あ、そうなのすごい <laughs> あら仲良しだなあーあーでああここかお土産ってはい あそうですうんあらーすごいな嗅覚が探偵役かやっぱりモニカはねえ協力したい うん買収断っていじめられたことかうん。マンハイムかわいい <laughs> かわいすぎるうんああなるほどなるほど。なるほど すげーこと言ってんな <laughs> あーすげえこと言ってんなあーうーんまあ、そうね うんじゃあマーハイム社潰すかなんかないかなかなりしんみりしちゃったね <laughs> かわいいなお姉ちゃんしてるなサラはうんねえ宴会って まあそうだけどちょっとねえあら何する気機密情報盗んでくるあ <laughs> 想はっはっはっはいはっはっはす。はっ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 は まあそうねそうねうんあーなるほどね誰かを雇ってる可能性もあるしなそうね後継者がいないって言ってたもんねあら あらあら。<laughs> まあちょっとでもねまた誰かの笑顔を奪っている会社がいるわけだ <laughs> さあなにウェウェあさあ <laughs> ティア もう対男に対しては無敵なんじゃないかすごい大変だと思うけどうんああ強引にだから取りに来てんのかああさあすごいな 反対にしたらペンギリできそうなヒゲうんあーなるほど <laughs> でも格安で買い取って二度と作るなっていう権利を権利を格安でか買い付けようとしてるわけでしょおっなるほどじゃあそこをまず潰すか あるうわおうーん角が立つって感じだもんなそうだよね結局のところあの天使さんに被害がいくのもよくないしなああ <laughs> 直球一番可愛いってことね 頭が悪そうな外見って言い方がちょっとかわいそうかわいそうに拍手をかけているうんうんリリリしかし なるほどなるほど <laughs> <laughs> なんだろうグレートもなんか仕掛けるっぽいなあの服装的にはデイビッド・マーハイムはい金髪の可愛らしい誰だろうエルナ あらさて仕掛けてきたうん安っ安くね その前者が分かんないけどおえ笑い嘆く時間さてどうする気あら200電やあいやばいやばいやばい,やばいもう一組のああグレーテあなるほどティアとあら シェフどうする気だろうすごいこの絵綺麗い4つうん、うん、ああなるほど写真偽造 でエルだよねああなるほどなるほど釣り出したのかかわいいなるほどああ すげえ煽り方えー、げちい20万いくらかかんないけどな2000万ぐらい、うん、あらあらん そんんななレベルなんだまあそっか業績悪化してんだもんねおお第一段階まあとりあえずああすごいな <laughs> 全員の特技が。 ねえ今回かなりティアとグレーテが活躍してるね <laughs> エルナ <laughs> すごいねうんうん あーそうなんだあーじゃあそんなレシピがボスでも無理なんだ <laughs> <laughs> ここから。 <laughs> まあた確かに確かにそれはそう <laughs> かなりかなり恋愛能になってるなボスの前ではああそうなんだああだから なんかホムラにいた頃のクラウスさんも見てみたいなーああなるほどね確かにいやいやいやんうん わーお確かにあーすごいな俯瞰して見てるねうん何かあったのかなモニカなんでここで匂わせるの最終回でしょ は <laughs> 早いなんか嫌な予感がする25万、うん、うんうんうん 条件。ええー。積んだね。 はいはいうん再現するあクラウスさんに国際通話お早送りえ 分かんないわ <laughs> <おっ> <laughs> すごいざっくりしてる大丈夫積 <laughs> んでる <laughs> ねえざっくり。 うん、健闘を祈るあー、まあ暗号部そうか。 気持ちを汲み取ってどんくらいかさあさあさあできるかなーリリーこれでもさおーおーあすり替えるあ、偽のレシピですり替えるんだ。 そうかあのネズミもあらーサラの友達おおえっ何何何何シンプルな脅し あそうか拳銃で脅しにかかったならもう悪人決定悪人確定うんあーでも閉じちゃうと閉店ん休業 あら、解決したあー弟子さんおおあお弟子さんになるほどだからかしばらくはってことねああそうだよボスの大切なものをグレーテが守ったんだよあいいじゃん あら <laughs> あ<ー笑>、ま、可能性はゼロじゃないゼロじゃないね。 うん。そうね。あここでグレーテエンドか。なるほどね。おまけのエピソードまで含めてグレーテだ。わあ、何この。超いい。 原作絵かわいいね、すごい。アニメ絵もいいけど、パッキリしてて。原作絵の方がなんか、どっちかっていうと少女少女してる感じがする、クラウスさんも。これ原作絵なのかわかんないんだけど。クラウスさんもね、なんか、愛らしさがあるし、いいね。 歌うまいな楽しい作品だったな何やかんや楽しい作品だったねわちゃわちゃしてて結構シリアス気味に進むかなって思ったけどわわいいなかわいいなグレーテンはい ははい、はいうんえなんだ何を仕掛けてる何か仕掛けてるええちょっと待ってえ最初回だよねこれえ寝てるし <laughs> 疲れちゃったのかな <laughs> うん起きた何する気何裏切り あ、これ2機,2機あるケースか2機すか2機るケーすか2機る系ガンダムすかえっ、ー、おー <music>、はいというわけで見終わったわけなんですけどほぼ2クールで確定っぽいですねこれが前半クールで次で後半クールっていう感じなのかなこうパッと見るとそういう感じみたいです。 はいというわけでまあ2クールやるみたいなのでまあ2クール目も楽しんでやっていこうかなというふうに思うわけなんですけれどもいやいいですね僕はすごい好きですよ <laughs> 結構結構いろいろ言われてるみたいなんですけど僕は結構好きですけどねこれすごい面白いと思うっていうかなんかすごいハッピーなアニメだなっていうふうに思うよね <laughs> すごいいいなっていうふうに思う何が起きてるんだろうでも なんか裏切る裏切らないみたいな話があるんですけれども裏切るんですかでもなんかティアはなんかでもなんかねえ何とも言えないところをやっぱり掘り下げられてないメンツがどうなるのかっていうところは非常に気になるけれどもモニカのあの言動的にはかなりともしびのことを結構気にかけてるというか愛してるっぽいですね何なんだろうななんかやっぱり背景が見えてこないと なんかちょっとなんとも言えないところであるよね。常になんか匂わせながらこの作品って色々と動いてるから。 やっぱりなんか確定してなんか2周してやっとわかる面白さじゃないですかなんか1周目見てわかんなかったところ1周目の最後にだいたいネタばらしがあるからそれを見た上で改めてこう1話見てみると全然違うよねみたいなそういう楽しみ方をするアニメなのでここで切られると僕はもうとてももどかしいなっていうふうに思うんですけどどうですか皆さん皆さんもどかしくないですか皆さん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  すごいもどかしいいんですけれどもこれこやーもうちょっとさだからさこういうのもさモニカの内面みたいなものがわかるとあの意味あの銃口を突きつけるほどの意味っていうものの重みは変わってくると思うんだよ多分ともしびのことがめっちゃ好きなんだよねモニカってああいうふうになんか僕が一番優秀だからみたいな結構なんかツッケンドンというか結構ツンケンで結構強気な勝ち気な女の子だけどやっぱりその懐に抱えてる愛っていうものはすごい大きいわけじゃんねなんか恋愛感情を抱,抱けるのはすごい羨ましいよみたいなことを思っちゃう くらいうん、多分なんか。 特別な事情があると思う中で、裏切りは許さないっていう、結構、かったる思いというか、めちゃくちゃこの断固たる思いというか、なんていうかね、なんか団長の思いというか、なんて言ったらいいんだろう、これは。なんか、すごい、重い覚悟で、ティアに重厚を向けてるんじゃないかなっていう風に思う。どうなんだろうね、愛に飢えてる子だったりするのかな家族愛だったり、友愛だったり、なんだったりって。基本的に一人ぼっちで、モニカはなんか一人、ずっと一人っきりでした。でも、こうやって灯火だったり、チームになることで、友情だったり何、何 友の親愛的なものも得ることができてどんどん今が幸せになっている中で、まあ、それを脅かそうとするなら友達であろうと切らなきゃいけないかもないやいやまた一人になっちゃうかもなというふうな覚悟をしながら銃口を向けてるとかそういう真実があったりとかするかもしれないからいやー気になるな気になりますねでもなんか。 まあまあまあ、まとまってはないからね。<laughs> 事件としてはまとまっては、一つのチャプターとしてはまとまってはいたけど、やっぱりね、まだ回収されてない部分とかいっぱいあるから、まあまあまあ、そういうアニメもいっぱいあるんだけど、まあでもね、やっぱりこうやってしっかりね、ね、いろいろとやっぱり時間をかけて掘り下げているわけだから、 うん、カットせずテンポもゆっくりとゆっくりとこう回収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 で進めていってるからまあそれをやるならやっぱりモニカとかティアとかアネットとかも掘り下げないとねっていうのはあるからねだってやっぱり4分の1グレーテだよ今んとこ <laughs> だってまな娘123とまな娘のグレーテで4は使ってんだよグレーテでんーこんだけグレーテを掘り下げておいて他のキャラはすん さあ、ニキ、待ってくださいね、みたいな。そんなのは極上ではない。やっぱり極上のアニメなら全員分しっかり掘り下げてほしいなというふうに思いますよ。はい。いや、でもいいな。僕はすごい癒されたので、まあなんか後半クールも楽しみにのんびりと待ちたいなっていうふうに思うんだけど、まあ多分この流れで言うと、もしかしたら7月かもしんないっすよね。そうなったら夏アニメやばいっすね。 やばいですねっていう感じになっちゃうんだけど、どうなるんでしょうね。うん、非常に気になるところではありますけれども。いや、でもいいな。やっぱりボスとグレーテのこのイチャイチャ、とてもいいなっていうふうに思う。なんか常にやっぱりそばにいるっていうさ、グレーテの愛情の深さ。この恋愛脳になったグレーテもまた可愛いなっていうふうに思う。なんなんだろうねでも、なんかさ、伊藤美久さんってさ、結構こう真面目なキャラみたいな、おとなしいけどすごいなんか、 何中に活力があったりだとかなんか奥ゆかしいけどバイタリティ溢れてるキャラとかもやるけどその可愛さは何なんだろうね何なんだろうねこのハマり感というか素晴らしいなというふうに思う「グレー」って好きな人今めっちゃ多いと思うよね。うーん なんか魅力を何倍にもしてくれるよねこういう奥ゆかしい女の子のねあーいやいいなーなるほど後半クールも多分やると思うんでね後半クールどうなるのかとても気になるんですけどちょっと7月だったらちょっとスケジュール的に考えないといけないところではあるのでまぁ、あ、ちょっと様子見ながらちょっとこの後のスパイ教室の動向も楽しみに見守ろうと思います極上のアニメ2クールどうなるか注目していこうと思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わると思いますので何かコメントあればね色々とくださいうわーグレーテかわいいとかねうわミートパイ極上 動画とか色々コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします以上スパイ教室第12話でしたバイバイ